山下城は、兵庫県川西市にある向かい山と、谷を隔てて、城山にある二つの山からなる日本の城。城山の方は登山道も整備され、巨大な掘り切り跡など、多数の遺構が確認できる。一古城とも言う。巨漢水定地この城はに山一城で、北側と西側に一古川が流れており、南側を、初谷川が流れ一古川に合流している。また、 城山の山麓にある、下座井町周辺には、山下城の館があり、下座屋敷は一辺が、約160メートルであったとされている。また、山下町や、初谷川より、南側全体が、山下城の城下町が形成されていた可能性も、指摘されている。近くには一子ダム、川西市郷土館がある。田中正和の著書、忠行雪相談校によると、 山下城の築城は3節存在している。天独年間に、源の三中の向子塩川中吉が、新田城の市場として築城した、南北朝時代に、塩川中将が築城した、天正7年4月20日、塩川国光が、織田信長から与えられた諸説あるが、山下城という名称は、江戸時代以後に使われていたものであり、 四尾城という別名も資料には登場しないので、白氏については不明とされていた。しかし、近年新たな文献の考察により山下城の実態が明確になりつつある。それは、高城寺日記の下巻、塩川家新日記という副題がある資料で1542年の項目に、7月末より国満市資産2条を、畜給付、惑節に差。 ル年末中より、これらを、再サルトウン、ゼ、エチゴ守る古城の跡なり、高城寺日記とあり、この四山城というのは、山下城のことを指しており、エチゴ守るというのは11世紀の源頼の中のことではないかと思われている。つまり、塩川家臣日記では、源頼中の古城跡に、塩川国光が改修したと記載されている。これらにより、 兵庫県民族芸能調査会によると、細川領域に記載されている、一古城は山下城を指すことになる、としている。三好町継造機内で大騒乱となった、協禄、天文の乱も、天文4年に大阪本願寺保守少女と、細川春本が和睦して集結、中島城で挙兵した一行一騎も、久和長政が、天文5年7月に奇襲し、制圧した。 細川春国も同年7月に隠れ家が発見され殺されこれにより細川春元政権も機内で安定するかに思えたところが同年の少し前1月に三好長兄が上落した時から騒乱の兆しが見え始めてきた天文10年8月に春元は三好正長、三好長兄畑の秀田だらにただはじめ古城にいる 塩川青年の攻略を命じた。これは大物崩れで打ち死にした、細川高国の妹が青年の妻で、高国の残党狩りをむくろんでいた三義軍は一、古城を包囲した。これに反感を抱いたのは、青年の遠石にあたる伊丹近沖や三宅国村で、一古城攻撃の不当性を、将軍、足利義晴に直訴し、貴様仲政に救援を依頼。 近沖自身も急遽援軍に向かった。その後、伊丹城に沢、久は、伊丹、三宅軍が集結し、その動きを察知した三好軍は一古城の行為を解き、同年9月29日に、小清水城に退却した。塩川国光の所領は、川辺軍となっており、その東隣は、野瀬軍で領主となっていたのは、野瀬寄次で、両者はたびたび領土争いを展開していた。 大手門付近にある首首首地蔵この時代、機内は豊臣秀吉の天下となり、野瀬寄次は豊臣軍の九州征伐の戦法として、天正12年6月に出発した後、塩川国光は、赤年の領土争いに決着をつけるべく、同年10月14日、唐立根の宮合戦に発展する。まず、野瀬寄次の主要の城である、地王城。 田尻城をその日のうちに落城させたが、逆に11月5日に三草三世三歳を守っていた塩川国吉は野瀬軍の反撃にあってち死にした。あるが留守の野瀬軍も抵抗を見せたが、大勢は野瀬軍の敗北であった。知らせを聞いた、来次は12月10日に大阪城に帰着、秀吉に面会後、13日に地方城に帰城した。 この報告を聞いた秀吉は、勝手に戦を仕掛けた国万に激怒し、池田照正らに討滅を明治15日に山下城を取り囲んだ。この時若干の戦闘はあったようだが、秀吉の許しが難しいと悟った国万は、山下城を改造し、切腹して死去した。この時の首が山下城の大手門に葬られ、これによって山下城は廃城となった。 山下城は2山一城で、城郭も2箇所存在している。城山の方が移行が多数残っている。面積が大きい。という点から、中心は城山の方で、向かい山は保管する存在と思われる。城山と向かい山の間には、城郭施設が見受けられず、連絡路のみ見受けられる。このような城郭を築いた理由として、谷を挟んで両翼から防御できる。 片方の城が落城しても、もう片方に敵が押し寄せるのは、時間がかかり反撃できる、などが考えられる。最高所は、本城グルワがあり、その東側には土塁、北側にはヤグラートがあり、本城グルワからさらに北側には、深さ10メートルの巨大な二重掘り切りが確認できる。またこの本城グルワを起点に、東くルワ軍と西くルワ軍が、尾根ずいにある。 上山、七の段から見た長房高山のタンクルは後高山の縄張りは上山に比べると簡単で山頂に主角が確認でき周りにドルイトコシクルワを配置し、主角の中心部には礎石が散在しているので、こちらにも何らかの建造物があったことが想像される。向かい山には登山道が整備されていないため、登山には注意が必要である。上山の登山口、大手門 ありがとうございます。